N1 グランプリトップ B60 決勝レースへ参ります。ナロークラス決勝 D グループ出走ドライバーは玉吉選手、チャン君選手、木村選手、鴨選手、堀田選手、上田選手、小畑選手。キャンセル？あ、了解です。今グリッドだけ。はい、ご準備されてますか？よろしいですか？では、玉吉選手から操縦台をお選びください。はい、続いてチャン君選手。はい、続いて木村選手。はい、その後は鴨選手とおばあさん、堀田選手。はい、上田選手。はい、最後小畑選手。はい、では操縦台お決めになりましたらスターティンググリッドにお付きください。1台キャンセルの6台走行ですか、まあ、1番グリッドからいきますか。はい、グリッドにお付きください。1番グリッド玉吉選手、2番グリッドチャン君選手、3番グリッド木村選手、4番開けといてくださいね。5番グリッド堀田選手、6番グリッド上田選手、7番グリッド小畑選手。以上6台走行、ね、はい、では参りたいと思います。N1 グランプリトップ B60 ナロークラス決勝 D メイン、勝ち上がりは上位3台です。先着上位3台は C メインへ駒を進めることができます。それではスタートいたします。さあ、スタートしました。おっと、1コーナー2台絡んだ。ちょっと2台絡みましたね。あんな綺麗に絡んだ。さあ、トップで帰ってきたのは玉吉選手、2番手チャン君、3番手木村選手、4番手堀田選手、5番手上田選手、6番手チャン台。立ち上がりは上位3台、今のところは玉吉、チャン君、木村、立ち上がり圏内3台走行。お父さん、ちょっと危なかったかな、ポジションキープ。レースはまだまだ序盤戦、残り間3、おっと2番3番入れ替わり。さあ、これで木村2番手浮上、チャン君すぐ3番手、さあ堀田選手4番手、まだ目はあるぞ。立ち上がり圏内目の前に見えている。さあ、トップ玉吉、前職のマツダ RX7FC3S トップ走行、現在ストレートから1コーナー。さあ、2位3位の争いが激しい、チャン君 VS 木村。しかしここは勝ち上がり圏内、やり合ってしまうと4番手の堀田が追いついてくるぞ。レースはまだまだ中盤、残り2分45秒、残り2分45秒、レースタイムはまだまだたっぷり残っている。トップ玉吉、あっと大体先頭。さあ、トップ玉吉、おっと2番手3番手、さあラップマーカーとかが交錯して難しい展開。これはミスらなければまだまだ堀田、上田もチャンスあるぞ。さあ、残りが2分20秒、おっと苦しかった。さあ、現在トップ玉吉、2番手チャン君、3番手木村までが立ち上がり圏内走行、4番手堀田、5番手上田、6番手チャン台。レースは間もなく折り返し地点です。残り2分となります。さあ、やっと半分ですね、4分間周回です。半分が経過いたしまして、さあ残り2分、残り2分、後半戦に入っていく。おっと転倒、マーシャルお願いします。あっと、さあクラッシュ音が響いたが、さあこれで順位整理しましょうか。トップは玉吉キープですね。2番手チャン君、チャン君はオレンジのマシン、3番手木村選手は白いマシン、ここまでが上位3台、勝ち上がり圏内ということで、4番手堀田が少し遅れたか、5番手上田、6番手チャン台。レース残り時間は1分30秒です。残り1分30秒。さあ、ナロークラス決勝 D グループ、なかなか激しいレースとなりましたが、トップ玉吉が逃げる。わーっとクラッシュ、いい上がり。さあ、玉吉一気に3番手まで交代、代わってトップに立ったのはチャン君。さあ、オレンジのマシンがトップチャン君、2番手白いマシン木村選手、3番手玉吉選手。さあ、1位2位3位は勝ち上がり圏内だが、ポジションが入れ替わった模様。残り1分です。残り1分。さあ、オレンジのマシンがトップチャン君、後方2番手白いマシンが木村選手、
3番手電色の RX7 の玉木選手が上位3体、4番手に堀田選手が青白のトヨタ GR スープラ、5番手上田選手は青のグラデーション GTR、 6番手にグリーンのトップ、さあトップはどんなキープ、さあこれで 1,2,3 が縮まっている、残り30秒、あ1コーナー飛んでいった、さあ残り30秒、立ち上がり圏内上位から操縦台選べますからある程度優位性もある、さあ残りは15秒、さあチャン君このままトップ守りきれるか、2位が近い、2位3番近い、さあ木村玉吉が近いぞ、残り10秒、ファイナルラップ、さあ上位陣3台はファイナルラップだ、さあ上田も後ろ入った、さあ堀田も後ろ、ここで4分経過、さあゴール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 、レース走行中、レース走行中、レース走行中、さあゴールもう1台ドライバー動かないでください、はい電車ゴールです、トップコーナーチャン君、2位木村選手、3位玉吉選手までが勝ち上がり、はい、立ち上がりの方は速やかにレースのご準備ください、落ち着いて、レースのご準備くださいね、さあお疲れ様でした、 M1 グランプリトップ 60 ワールドクラス決勝 DB から熱いレースが繰り広げられました、はい、では C グループの方、予選上位陣から操縦台を選びください、浮谷選手、松村選手、山本選手、尾崎選手、睦美選手の順で操縦台を選びください、その後立ち上がりのチャン君、木村、玉吉、はい、予選順で操縦台を選びください、レースの楽しみが一番ですから、はい、グリーンを押してください、さあ C メインからは8台中上位3台が勝ち上がりです、ちょっと先ほどよりは狭き門になってきます、はい、スターティングマーシャルありがとうございます、では参ります、 N1 グランプリトップ B60 ナロークラス決勝 C メイン4分間周回レーススタートです、スタート10秒前さあ、スタートしました、おっと、さらにコーナーでクロッシュがあったか、さあ、オープニングラップ少しクラッシュ音が聞こえる中抜けてきたのは浮谷、松村、山本、尾崎、チャン君様、おっと、さあ、クラッシュは中盤、これで2位以降がシャッフル状態、山本、松村、2番3番か、トップ浮谷が抜けた、4番手尾崎、5番手チャン君、6番手木村、7番手睦美、8番手玉木の順まだまだ序盤、まだまだ序盤、ここを我慢、我慢の時間帯、ここでタイムロスするとライバルたちが逃げていく、さあトップ浮谷が1台抜けてた、ボルドのマシン、2番手ロードスターエブスン山本、2番手キープ、3番手に T シャツデザイナー松村、さあここまでが立ち上がり圏内だ、その後ろ尾崎もいる、尾崎ちゃん君、むくみん、玉吉、木村の順、立ち上がることができるのは上位3台、現在浮谷、山本、松村が立ち上がり圏内走行、さあ尾崎がその後ろで淡々とプレッシャーをかけていく、あっと、さあ3番4番最終左と下がなんとかポジションキープ、さあここにチャン君も迫ってきている、勝ち上がり圏内は上位3台、今のところはうっ、あーいっちゃう転倒、さあ尾崎が転倒、ま、あー動かない、マシントラブル回収してあげてください、後ろから、ドライバーに返してあげてください、レースは残り2分10秒残り10秒2分10秒まもなく折り返し点、尾崎が痛恨のマシントラブルでリタイアか、トップは浮谷、現在ストレートから1コーナーブルーのマシン、2番手山本、お3番手チャン君、さあ立ち上がりのチャン君が3番手まで来ている、4番手松村選手、さあ3番4番が勝ち上がる、あっとのクラッシュ、さあこれで一気に最後まで下がったか、残りは1分45、さあトップいよいよ、さあトップ浮谷、2番手山本、3番手チャン君までが勝ち上がり圏内、4番手宇都宮木村4号か、
6番手玉吉、7番手松村、8番手、尾崎が帰ってきたか。レーサー残り1分30秒です。残り1分30秒。さあ後半戦に入って、あーっとチャン君、さあなんとか戻った。オレンジが3番手、その後ろ4番手木村睦美、4番5番、その後ろ玉吉も来た。これやりやったらチャン君だけやで、喜ぶのはおっさんがやりやったらチャン君逃げていくよ。残り1分5秒。さあ浮き谷山本はもうこれはね、危投げないですね。安定志向の2台が1位に逃げた。レースは残り1分。注目は勝ち上がりかけた3位争いだ。チャン君、睦美、木村、玉吉まで見えている。さあ3、4、5、6、この後ろ松村もまだ目があるか。いやしかしミスった。さあ残りは間もなく40秒。さあチャン君守りきりたい。3番手睦美、木村、玉吉も寄ってきた。さあ危険な三つどもえ、これが3位を飲み込めるのか。の残り30秒。さあ残った。さあチャン君、木村、さあ勝ち上がりの2台でもう一つ上げることができるか。残り15秒。さあトップ浮き屋、2番手山本、まあ、ここは手堅いでしょう。3位争いだ。注目ラスト10秒。さあチャン君、木村、0.2秒差。さあここで、さあ4分経過、タイムアップ、チャン君丁寧に、おお、通りました。ゴール、レースを途中。はい、お疲れ様でした。勝ち上がりは浮谷山本チャン君。さあチャン君は D メインまで来ました。さあ2つ勝ち上がって通過して、ラオプラス決勝 B グループ、まもなくスタートいたします。ご準備ください。出走ドライバーは水越選手、片山選手、太田選手、岡田選手、高橋選手、そして勝ち上がりの浮谷選手、山本選手、チャン君選手。8台予選順で操縦台お選びください。はい、ありがとうございます。では参りたいと思います。 N1 グランプリと B60 ナロークラス決勝 B 面4分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、おっと、スタート直後1台も飛ばされた。さあ、いやしかしトップグループのフラッシュがあった模様。これでおっと水越が一気に落ちた。トップは片山、グリーンのマシン片山、2番手太田、3番手高橋。さあ上位3台が抜けていく展開になった。片山、太田、高橋の順、1、2、3、ストレートの3台。4番手には本日イベント主催水越、5番手勝ち上がりの浮谷、6番手山本、7番手チャン君、8番手岡田、冷凍だ。さあ上位3台、いきなり3台が逃げてしまうのか。あ、序盤の45秒が経過いたします。レースは残り3分15秒。トップ片山、グリーンのマシン、2番手太田、カモフラからの蛍光ピンクですね、蛍光ピンクの差し色が入っています。この後ろ白抹茶グリーン、ツートンからの GTR が高橋までが1、2、3。おっと、さあトップ片山クラッシュしている、戻れない、入れ替わった、入れ替わり方、トップこれで太田。さあカモフラのスープラ、太田選手がトップ、2番手白抹茶ツートン高橋、3番手グリーン一色が片山、4番手浮谷だ、浮谷水越が片山の背後。勝ち上がりを目指して5番6番、4番5番走行、6番チャン君、7番山本、8番岡田。おっと高橋ミスがあった。さあ高橋がこれで立ち上がり圏内から一気に5番手まで交代だ。変わって3番手に浮上、いや4番手か、3番手浮上したのは浮谷だ。太田、片山、浮谷の順、1、2、3、勝ち上がり圏内、4番手高橋、5番手水越。さあこのレースも3位バトルが激しくなってしまうのか。残り2分です。さあ前半戦過ぎまして残り2分。トップ太田、おっとカズ引っかかった。さあカズちゃん引っかかった、しかし2番手キープ。さあトップは太田、カモフラからの
E6 の蛍光ピンクの差し色も入ってマシン。現在最終コーナーからストレート、トップオーダー、2番手片山選手がその11秒、そして3番手勝ち上がり圏内、浮き矢、ブルーのマシン、すぐ後ろに高橋がいる。さあ、一番難しいレース展開だ。さあ、3位争い、浮き矢、バーサス高橋。おっと、さあ、ここに水越も見えているぞ。さあ、3、4、5、勝ち上がりかけた浮き矢、高橋、水越。おお、さあこれで前クリアだ。残りは1分10秒、まだまだレースタイムが残っている。浮き矢、高橋、水越、おトップ入れ替わった。さあ片山、太田も少しやり合っているぞ。立ち上がりをかけた3、4、5、浮き矢、高橋、水越、レースは残り1分、残り1分。さあ3、4、5、ここは是が非でも3番手以内には残りたい。残り45秒。さあ、浮き矢、高橋、おーっと、さあ、高橋、うまく合わせていましたが、少しわずかなミスで、ストップポジションを下げた。これで浮き矢、3番手キープ、4番手、水越、5番手、高橋、残り30秒、さあ、終盤に向けて、浮き矢、水越、3番、4番、0.5 秒差、残り20秒、さあ、残り15。おそらくファイナルラップ、もう一周はギリギリ入るかというところ。さあサイドバイサイドだ。あー高橋は、あー浮き矢、コースがぶっ飛ぶか。どんだけアクセル握ってたよ。はい、全車ゴールでーす。お疲れ様でした。勝ち上がりはカズちゃん、太田、浮き矢まで。皆さん、やっさい、面白いですね。ナイスレースでした。はい、お疲れ様でした。では続きまして、ナロークラス決勝 A 面ご準備ください。出走ドライバーは植松選手、渡辺選手、松田選手、犬村選手、山室選手、そして勝ち上がりの片山選手、太田選手、浮き矢選手、ご準備ください。決勝 A 面は8分間周回レースです。はい、予選順で総10台速やかにお選びくださいね。さあ、ナロープラス決勝 A 面まで参りました。はい、ご準備の方よろしいですか。では参りたいと思います。N1 グランプリトップ B60 ナロークラス決勝 A 面8分間周回レーススタートいたします。スタート10秒前、フライングにご注意ください。まもなくスタート。さあスタートしました。長い長い8分間の戦いの火蓋が切って落とされる。さすが A 面オープニングラップ、8台トレイン状態、素晴らしい。トップ増えます。2番手渡辺、3番手、あーっと先頭マーシャル戻してください。さあ3コーナーに戻してね、走ってる車優先で。さあ1台コブラが飛んできた。エムグラ選手がトップ増えます。2番手渡辺、3番手渡田、4番手片山、5番手山本、6番手太田、7番手浮き矢、8番手エムグラ。さあトップ上松が序盤から抜けてるレース展開が、まだまだレースは残り7分10秒。おっと、さじこなさせてる。さあ太田はこれで少しポジションを下げたか。おっと、いった転倒、走ってる車優先で。軽かった。さあ残り6分50秒です。トップ増えます。現在最終セクションに入っていく。イエローグリーンのマシンと、あーっと、さあ2個苦しかった。さあこれで2位渡辺、3位片山。さあ片山選手も勝ち上がってきた。あーっとクラッシュ。レーザー残り6分20秒。さあトップ増えます選手、今日はご機嫌で逃げてますか。
合計で切れますね。現在中央セッション、イエローグリーンのマシン、トップ上松選手、さあ2位以降ちょっと削り合ってるか、片山、渡辺、和田、山室、浮山で、さあここはつながっている。おっと、大田クラッシュ、戻した。もう余裕ですね、トップ上松選手。クラッシュ車両まで復旧していく。さあ、残り時間は5分50秒。さあ、循環周回です。2分が経過。あっと、大地が引っかかっている。2分が経過いたしました。トップ上松、2番手片山、3番手渡辺、4番手渡辺、5番手山室、6番手浮谷、7番手太田、8番手村。さあレースは終盤に入っていく。トップ上松選手が序盤からレースをリードする。現在後半セクションイエローグリーンのマシン。さあ2番手以降はどうなった？片山選手グリーンのマシン。さあ片山選手は B 面から勝ち上がってきました。現在2位走行。3番手に渡辺選手、4番手は渡辺選手。レースは残り5分切りまして、4分50秒です。残り4分50秒。さあ順番中間です。3分が正解いたしました。さあ単独トップ回答するのが上松選手。現在中央セクションから後半セクションに入っていく。イエローグリーンのマシン、後方2番手はグリーンの R33GTR 片山選手、距離が4秒まで広がったか。3番手渡辺選手はその後ろ 1.8 秒、4番手渡辺選手はその後ろ1秒、5番手山室選手はその後ろ 2.9 秒。山室浮谷が近いのか。さあ山室浮谷がこの周で1秒というところでしょうか。 1.4 秒差。7番手太田がその後ろ 2.3 秒、根津村がワンラップ。レース残り時間は間もなく折り返し地点です。残り4分。さあ残り4分、8分が中間です。半分が経過いたしました。トップ上松選手現在2コーナー付近、2番手片山選手は後方 4.3 秒。片山選手がグリーンのマシン、その後ろ白蛍光グリーンのマシンが渡辺選手 2.4 秒後方。4番手渡辺選手、ここは1秒切っているか。さあ渡辺渡辺蛍光グリーン VS 蛍光ピンク、ここが1秒。おっと、さあ片山選手は少しクラッシュがあった。レースは残り3分20秒、折り返し地点を決まって後半戦。まだまだ2位片山、3位渡辺が 1.8 秒、3位渡辺、4番手渡辺が 1.1 秒。まだまだ分からない距離というところでしょうか。そして山室浮谷が1、あっと、ニコラトップ、さあトップ入れ替わり、片山トップに立った。さあまさかの上松選手トップ走行、転倒が出てしまった。レースは残り3分、まだまだレースが残っています。ここは合わせる時間帯ではないか。さあしかしポジション入れ替わりがあった。片山選手グリーンのマシンがトップ、すぐ後ろに上松選手が2番手プレッシャーをかける。3番手渡辺、4番手渡辺。レースは残り時間2分20秒です。さあトップ片山、このまま守り切れるか。上松が後方プレッシャーをかける。おっと、さあレース残り時間2分15秒。トップ争いでるスノーズ。おっと、さあギリギリのところでスペースは残す。さあ片山上松 0.2 秒。残り2分。ああ、まだまだレースタイム残っている。残り2分です。残り2分。ああ、片山上松2台テールズ。おっと、さあ片山がギリギリのところで車体を残す。さあ残り1分35秒、まだまだレースタイム残っている。粘り切れるかと片山。2番手上松は 0.3 秒。さあ4、3番手の外中、渡辺渡辺は距離は少し空いたか、 1.7 秒差。さあ依然トップはテルズノーザ、少しちょっと距離が空いたか。
残り1分15秒。まだまだレースタイムが残っている。さあトップ片山、少し距離を伸ばした2位との距離 0.8 秒差。さあ残り時間は間もなく1分となります。さあトップ片山、現在ストレートから1コーナー、レースは残り1分、残り1分。さあ2番手上松、後方1秒切って 0.4 秒差、残り1分切って残りが40秒ですね。さあ最終局面に入っていく。再び1分、さあプレッシャー強度を上げてきた。さあ勝ちちゃん守りきれるか、上松差し切れるか、残り30秒。さあ残り3周のところか、レーサー残り20秒切った。ああ上松いかかった、残り15秒、おそらくあと2周。さあ勝ちちゃん前クリアだ。さあ残り10秒のコール。さあファイナルラップに突入していくトップグループ、もう1周。さあ距離は 0.9 秒、タイムアップ。さあ渡辺小さいにゴール、ゴールゴール、レースを途中。わあ落ちたよ、まずですよ、相手勝負です。トップゴールは片山選手、松田風選手でした。いい上松選手、最後渡辺選手でした。いや、いいレースでしたね、お疲れ様でした、ナイスバトルでした。さあ、エガグラプリトップ B60 ナロープラス決勝レース全行程終了です。警部チェック、そう、警部チェックありますね。はい、優勝車両、警部チェックお願いしますね。はい、公開処刑ですか処刑ではないと思うけど、はい、優勝車両の KV チェックありますんで、主催運営の水越さんとこまでお願いしますね。まあ、ちょっとあの5分ほどインターバル取りましょうか。ワイドプリクラス、続きまして N1 グランプリトップ B60 ワイドクラス決勝レースを行います。ご準備ください。はい、ではスターティングリードにお付きください。1番グリード加茂選手、2番グリード上田選手、3番グリード堀田選手、4番グリードチャンコン選手、5番グリード細田選手、6番グリード大畑選手、7番グリード墓地選手。はい、グリードにお付きください。立ち上がりは上位2台です。上位2台、はい、スターティングマーシャルありがとうございます。あ、ご準備よろしい。あ、モデル間違えてませんか。みんなモデル、クロコのモデルナローになってませんか。ワイドでちゃんと切り替えされてますか。では問題の方ですのでスタートいたします。 N1 グランプリトップ B60 ワイドクラス決勝 D メイン4分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。7台走行、立ち上がり、おっと大クラッシュ。さあ、1台ウォールオーバーが出た。さあ、トップで帰ってきたな加茂選手、2番手上田選手、この2台が現在勝ち上がり圏内走行。3番手にチャンコン、4番手おった、5番手赤木、おっと、さあチャンコンクラッシュ。さあ、これで3番手入れ替わり。さあ、3番手に堀田が上がった、4番手赤木、5番手チャン君、6番手細田、7番手チャンダイ。さあトップカモ、もっと1台差しているか。はい、ありがとうございます。トップカモ選手が現在中央セクション、さあ単独抜けている展開になった。2番手上田、3番手堀田、4番手赤木、ここまでが近いぞ。上田、堀田、赤木、2、3、4、立ち上がることができるのは上位2台だ。現在上田選手が2番手勝ち上がり圏内。あーっと、さあ3番4番クラッシュ。さあこれで堀田が少し腰を下げた。チャン君が一つ戻ってきて、トップ加茂、2番手上田、3番手赤木、4番手チャン君、5番手堀田、6番手細田、7番手チャンダイ。さあ勝ち上がり圏内バトル、上田 VS 赤木、ここは2番3番。
立ち上がりのボーダーが間にある。その間にトップカモが逃げる。レースはまだまだ序盤、中盤戦残り2分30秒。レースタイムはまだまだ残っている半分以上。さあ上田赤城の2番3番争いだ。さあトップカモは逃げる。おっと、さあ上田赤城、ここにシャン君も追いついてくるのか。さあレースは残り間もなく折り返し地点の残り2分5秒。トップカモ、現在1コーナーニコラフィの白赤のマシン。さあそして上田赤城の2番3番勝ち上がりをかけて2番3番争いだ。おっと、さあアタックも届かない。さあこれで上田が少しリードを奪う。チャン君追いついてきた。上田赤城チャン君、ピンク赤オレンジ234。さあここが勝ち上がりをかけた2位争い、2位グループとなっている。5番手細田、6番手堀田、7番手チャンダイ。さあ細田堀田も近いと 0.7秒差。5番6番争い。さあやっと入れ替わり、チャン君2位浮上。さあチャン君2位浮上。さあ上田赤城がやってしまった。レースは長い、しかしチャン君ミス。さあ上田再び2番手奪還。レースは残り1分10秒です。残り1分10秒あっと赤いミス。戦い、さあトップはカモ、2番手上田。さあこれで残り1分。さあ上田守りきれるか。チャン君赤城堀田もまだいるか。見えてるぞ、残り50秒。さあ勝ち上がり圏内、現在カモトップ、2番手上田。さあ3番手にはチャン君、4番手赤城、ここは1秒差。5番手堀田、6番手細田、7番手チャンダイ。レースは残り30秒です。残り、おっとっと、さあトップカモ危ないぞ。落ち着いて、残り30秒切りました。残り25秒。カモ選手が現在2コーナー付近、そして2番手上田が5秒後方、チャン君がその後ろ 2.8 秒。さあ残りが15秒。残り、さあ残り10秒のコール。ああ、とてもせん最終。さあ、まもなく4分経過。上田、ちょっと、ゴール、あぶねー、あぶねー、0.3 秒と最終。練習ですよ、まだですよ。はい、全勝これでーす。トップゴールは、鴨選手に上田選手まで勝ち上がり。チャン君最終 0.3 秒まで来てました。はい、お疲れ様でした。ワイドクラス決勝 B メイン終了しまして、続きまして C メインへ参りたいと思います。ご準備の方お願いいたします。出走ドライバーは岡田選手、山本選手、高橋選手、木村選手、尾崎選手、玉木選手、鴨選手、上田選手まで。ご準備ください。ありがとうございます。では参ります。 N1 グランプリトップ B60 ワイドクラス決勝 C グループ4分間周回レーススタートいたします。スタート10秒前。さあスタートしました。おっと、さあ後方でクラッシュオン。トップで帰ってきたのは岡田選手、2番手山本、3番手高橋、4番手木村、5番手尾崎。おっと、さあ2番3番以降クラッシュがあったか。いや1番2番大丈夫だ。さあ岡田山本木村まで。さあ1着クラッシュ。さあ勝ち上がり圏内は1位に岡田山本、3番手は木村、4番手尾崎、5番手玉木、6番手高橋、7番手上田、8番手カモ。さあ安定志向の2台、岡田山本が1、2。これは難しいぞ。3位以降粘っていかなければいけない。ライバルより先にミスらへんってことが重要ですね。残り3分。さあレースは残り3分、序盤の1分が経過いたしました。
さあトップ岡田、2番手山本、3番手木村、まだ木村はこの勝ち上がりいけない、ボーダー見えているぞ。4番手はどうだった、4番手は玉吉が抜けてきたか、4番手単独、5番手が上田、尾崎、高橋か、上田、尾崎、高橋、ドロスマの567さあ567、ここは意地とプライドだけで頑張ってください。さあトップは変わらず岡田、2番手山本、上位2台ダークオレンジの2台が1番2番、その後ろ木村、純白の本体手水、さあ勝ち上がることができるか、木村が3番手、トップグループの背後、もし単単とこっちの枠を目指している。そして4番手には単独玉木、567、上田、尾崎、高橋、567。さあ残り時間は1分50秒、後半戦に入っていく。バーラップマーカーが出てきて、さあトップ取った、入れ替わり、さあこれで山本トップ、さあトップ入れ替わり、岡田2番手で復帰、さあ木村、ここのトラブル追いつけなかったが、さあ千載一遇のチャンスでしたが、さあこれでトップが入れ替わって、おっとクラッシュ、さあこれで山本が3番手、レースは残り1分25秒、まだ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 レースが残っている。さあ木村が2番手に上がった、さあトップは岡田が奪還、2番手木村、3番手山本、さあ2番3番今度は前後入れ替えての勝ち上がり圏内バトルだ。さあ残り時間間もなく1分です。残り1分、ストレートの3台が1、2、3、しかし勝ち上がることができるのは上位2台、残り1分、残り1分、さあトップ岡田、2番手木村、3番手山本、さあ三つとも枝が勝ち上がることができるのは2台、おっと、さあ4、5、6がさあやり合っているが、さあ注目は1、2、3、おっとっと、さあレース残りが35秒、さあ最終局面だ、ラップマーカーが出てきた、おっとさあ抜けた、残り時間30�秒、さあ岡田、木村、山本、1、2、3、さあ残り20秒、さあ木村、山本、0.2秒、さあ残すところ10秒、さあトップグループはもう一周ある、あさあもう一周ファイナルラップ、2、3入れ替わり、さあ岡田、山本、1番、2番、あ木村突き刺さった、勝負あったか、残りはタイムアップ、なんかこけてる1台、危ない危ない危ない、山本危なかった最初さあゴールゴール、レースをこっち、あと2、もう1台カッポ選手は痛いよ、カッポ選手痛いね、はい、全勝ゴールです、お疲れ様でした。勝ち上がりは岡田、山本、あ決勝 C メインも熱いレースでした。最後まで粘ればね、何があるか分かりませんから、レースはゴールするまで決して諦めてはいけない。はい、では続きましてワイドクラス決勝 B グループご準備ください。出走ドライバーは水越選手、山室選手、今村選手、浮谷選手、太田選手、睦美選手、そして勝ち上がりの岡田選手、山本選手、操縦台予選順でお決めいただきましたらスターティンググリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。さあご準備よろしいですか、心のご準備もよろしいですか、では参りたいと思います。N1 グランプリトップ B60 ワイドクラス決勝 B メイン、4分間周回でスタートです。あーっと、さあ1コーナーでやってしまった一番グリッド、これでトップで帰ってきたのはやはりこの男か、山室選手、2番手今村、3番手浮谷、4番手太田、5番手睦美、6番手岡田、7番手水越、8番手山本のレースオーダー。さあ序盤に波乱がありました。
やはりこの男が抜けてくるか。山室選手現在1コーナー付近黄色いマシン、そして今村選手白いマシンが2番手。ここまでが立ち上がりけない。さあ浮谷、太田、むすみと立ち上がりを目指して3、4、5続く。岡田が立ち上がり6番手、7番手山本、おっと、さあトップ引っかかった。さあこれで山室、今村、浮谷、太田、1、2、3、4、4つともの突破争いとなった。さあ1分が経過いたしまして残り3分、残り3分。さあトップ山村、わー浮谷がミス。さあこれで浮谷が一気に5番手まで交代だ。トップ山村、2番手今村、なんだかんだでキープ。さあ3番手は太田選手、4番手むつみ、5番手浮谷選手、6番手山本選手、7番手岡田選手、8番手水越選手、4レースオーダー。さあ今村2番手ミス。これで今村太田が 0.1 秒、立ち上がりをかけた2番争いだ。さあその間トップ山村逃げたいところ。さあ今村太田、2番手白いマシンが今村選手、そのすぐ後ろ白ピンクが太田選手、3番手。この間に2番3番立ち上がりのボーダーラインがある。さあそしてむつみ4番手、5番手浮谷、6番手山本、7番手水越岡田の順か、じゃあ6番手岡田、7番手水越、8番手山本。さあレース残り時間は2分。さあ後半、おっと刺さってるか、おっと2争い。さあ今村太田、おおおお、さあサイドバイサイド。さあ残り1分35秒。さあ2番3番ここは負けられないバトルだ。さあここに宇都宮、浮谷も徐々に上げてきているぞ。さあこれで勝ち、あっと太田中ミス。レースは残り1分20秒、まだまだレースが残っている。さあこれで今村、太田、宇都宮、浮谷までつながるのか。その間トップ山村は逃げたいところ。勝ち上がり現在今村が2番手。さあ太田がその後ろ0、いや1秒ですね、1秒。浮谷、むつみも 0.9 秒、 0.3。 さあ太田ミス。さあこれで3、4、5、岡田も来たか、岡田も来ている。6番間にはラップの山本、残り45秒。ああ浮谷ミス。さあこれで1位2位は山室、今村、粘って粘って残り40秒。さあトップ山室が現在1、2コーナー付近黄色いマシン、2番手今村、立ち上がり圏内白いマシンが現在白セクション。さあ懸命の追走、3番手太田。さあ太田がその後ろ 1.3 秒、いや1秒ですね、1秒。残りしかし15秒。さあ今村2番手守りきれるか。レースは残りラスト10秒、ファイナルラップ。あ今村、太田、2番、3番に注目。あここで4分経過、山村もう一周ね。あゴール、ゴール、今村、太田ゴール、水越し岡田、浮谷ゴール。レース途中、レース途中、もう一台。はい、全勝ゴールです。勝ち上がりは山村選手、今村選手。いや熱いレースですね。さあこれで A 面へ2台が駒を進めました。さあお疲れ様でした。それでは最終決勝レース、ワイドクラス決勝 A グループご準備ください。出走ドライバーは和田選手、上松選手、勝田選手、片山選手、江戸村選手、渡辺選手、そして勝ち上がっている山室選手、山村選手、はい、予選順で操縦台をお選びください。はい、それでは8台ブルーグリッドご準備よろしいですか。では参ります。 N1 グランプリと B60 ワイドクラス決勝 A 面8分間周回レーススタートです。スタート10秒前。
遅めのスターティングシグナル。あー集中力マスクを取り着くしまった。さあトップはあった2番手勝った、3番手勝ったが4番手上は5番手クラッシュだった。さあ絡んで絡んで今村抜けた、5番手今村、6番手山室、7番手渡辺、8番手江戸村中、江戸村マシントラブセロテープ取ってやって、さあクラッシュはあったのトップグループ。さあトップは変わらず渡辺、2番手片山、3番手上松、4番手勝った、5番手今村、6番手山室、7番手渡辺、8番手江戸村。前ハマってん、前外れてません、そうでしょ、前もともとハマってんかい。さあトップはったん、残り7分。さあ序盤の1分経過しまして残りは7分です。蛍光ピンク白マシントップはったん、2番手グリーンのマシン片山選手、いやミスがあったか。さあ3番手は上松選手、4番手勝田選手、5番手今村選手、6番手山本選手、7番手渡辺選手、8番手江村選手。あー勝ったクラッシュ。さあこれで一気にポジション下げた、整理します。ポジションの方トップ渡辺、現在1コーナー付近、2番手片山選手が 1.3 秒後方、3番手上松選手が 0.9 秒後方、4番手、今村選手、勝ち上がりの今村選手が4番手まで来た。おっとさあ5番手これで渡辺選手、いや5番手これで勝った選手、6番手渡辺選手、7番手山本選手、8番手江村選手。さあ上松片山2番3番入れ方。さあこれでトップあったんが逃げる展開、現在ストレートから1コーナー、白蛍光ピンクのマシン、2番手上松選手が 2.7 秒、3番手片山選手はその後ろ 1.1 秒、4番手今村選手、5番手勝田選手、ここは近いから 0.5 秒。さあその後ろ渡辺知己もいる、渡辺山室と4567が近い。さあ四つどもえの4567、今村勝田渡辺山室の順。さあレースの方はまだまだレースタイム残っている、5分30秒、残り5分30秒。さあ今村背後勝田のプレッシャーを浴びてなんとか踏みとどまっているか。さあ4番手争いだ、その後ろ渡辺もいる。さあ今村勝田4番5番が近い。さあトップ渡辺逃げる、2番手上松が 3.2 秒、レースは残り5分です、残り5分。さあトップ渡辺がこの4位争いに入るまで来た、今村勝田渡辺知己4-5-6。さあ行かせたか、これで4番に勝田が浮上、5番今村、6番手渡辺知己、7番手山本、8番手江村。さあトップ渡辺2番手上松選手 3.5 秒差。おっとさあ今村がミスがあった、これで山本と今村やり合ってる。あそのトップに絡んだらめっちゃ後で言われるんで、まあ、それも面白いけど。残り4分15、残り4分15秒、トップ上松、2番、あトップ割ったよね、トップ割った2番手やったら上松、3番手片山、さあここは 2.5 秒差、トップ割った蛍光ピンク白のマシン、2番手上松選手は後方4秒まで広かったか。あーレースはここで折り返し地点の残り4分です、残り4分。エルマングランプリトップ T60 ワイドツーリングワイドクラス決勝 A メイン、さあトップは渡辺選手、蛍光ピンク白のマシン、2番手上松選手が後方 4.3 秒の距離、3番手片山選手が上松選手の距離が 2.5 秒、4番手勝田選手が白青のマシンが 4.3 秒後方。あ1位から4位まではそれぞれ距離のあくレース展開だった。渡辺5番手、6番手山室、7番手今村、山室今村が 0.5 秒、ここが近いか。8番手に江村選手、レースは残り3分10秒。さあトップ渡辺選手このまま逃げ切れるか、蛍光ピンク白のマシントップ投稿、ラップマーカーの勝田選手も限界プレッシャーを受けている。さあ2番手上松選手は
レース残り3分、トップとの距離 4.6 秒間。上松選手の背後、3番手片山選手がグリーンのマシンですが、3.2 秒後方。レースは残り2分45秒、残り2分45秒。めっちゃ喋ってんな、余裕やね。まあ、もう2秒3秒距離があったら喋る余裕もありますわ。ああ、喋ってるからあ、ポジションの入れ替わりはない。あ、トップは2番手上松、3番手片山、4番手勝田、5番手渡辺、6番手山村、7番手今村、8番手江村。あ、残りは間もなく2分です。残り2分。さあ、トップはあったんが、最終セクションからストレート。蛍光ピンク、後ろのマシン。後方2番手、上松選手が 4.8 秒差。3番手、片山選手はその後ろ 3.8 秒。4番手勝田選手が同じく 3.8 秒、5番手渡辺選手も同じく 3.8 秒、2、3、4の間が全て 3.8 秒となっている。6番手山室、7番手今村、8番手に江村。レースは残り1分15秒です。残り1分15秒。さあ、終盤に向けてトップはったん、下走る。現在、ストレートが1コーナー、蛍光ピンク、白のマシン、トップはあったん選手。さあ、レースは残り1分です、残り1分。2番手、上松選手が6秒まで広がった。その後ろ、片山選手も、まだまだ距離があるか、3.7 秒。残り時間40秒です、残り40秒。さあ、トップは渡辺、蛍光ピンク、白のマシン。さあ、残りは30秒、残り30秒。残り20秒。残り間もなく10秒。残り10秒。さあ、残り10秒のゴール。さあ、ワッタンがファイナルラップが、ここで8分経過となる。タイムアップ、ゴールゴールゴール、レースの途中、ゴールゴール、ゴール、あと2台。はい、お疲れ様でした。ファイナルラップ優勝はワッタン、2位上松選手、3位片山選手でした。お疲れ様でした。あ、そう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 、車検車検、はい、モーターチェックモーターチェック、優勝の方一番盛り上がるとこで、一番盛り上がるとこ、はい、トップの渡辺選手、モーターチェックです。大丈夫でしょう。はい、モーターチェックお願いしますよ。一番盛り上がるのはここやね、レースよりも。Ha ha ha!